こんにちは、北海道日高地方の養蜂場からです。時は4月末です。前回の動画を撮影してから1週間が経ちました。山では緑の勢いが増しています。フキノトウやカワヤナギの開花の時期は早くも終わろうとしています。タンポポの黄色い花が急に広がってきました。北海道の春は本当に進み方が早いのです。撮影を行った日の天気は快晴。朝の最低気温は3度でしたが、日中は17度にまで上がりました。今回は女王蜂の羽切り作業についてお伝えしましょう。女王蜂の羽を切るのは分蜂を防ぐためです。羽を切ると女王蜂は当然飛べなくなります。女王蜂抜きで働き蜂だけで分蜂することはありません。また養蜂家の立場からすると、女王蜂が飛ぶ必要があるのは交尾飛行の時だけです。羽を切っても交尾を終えた女王蜂の産卵活動には全く影響はありません。一つのやり方はピンセットで羽をつまんでハサミで切るという方法です。この方法の問題点は、動き回る女王蜂の羽をピンセットでつまむのはなかなか大変だということです。そこでこの経営では女王蜂の行動を制限するための機材を作ってみました。これは貼り合わせの材料を切り抜いて作ったものですが、重要な点は体の重い女王蜂が壁を登ることができないようなすべすべの材質のものを選ぶことです。ただこうやって蜂を囲い込んで行動範囲を制限したとしても、女王蜂の羽をピンセットで掴むことはご覧のように依然としてそう簡単なことではありません。やっと捕まえることができました。どうにか羽を切ることができました。なお使っているハサミは間違って蜂を傷つけてしまっては一大事ですから、そのリスクの低い先の尖っていない、つまり先の丸まっている眉毛を切るために使うような小さなハサミです。ただ羽の切り方にちょっとした不具合があったようです。切った羽の左右のバランスが良すぎて、これだと長距離の飛行は無理だとしても、もしかしたら巣の外に飛び出してしまうぐらいのことはできるかもしれません。そこで左右の羽の長さをアンバランスにするために、再度捕まえることを試みます。しかし短くなった羽を捕まえるのはより一層難しくなってしまいました。なかなか捕まえることができません。結局刃物を振り回しながら女王蜂を追い詰めることのリスクと、短い羽で女王蜂が飛び出すリスクを比較して、女王蜂の羽をアンバランスにする作業を中断しました。難を逃れた女王蜂は巣板の裏に一目散に逃げていきます。さてまた別の女王蜂です。風の音が入って申し訳ありません。とても風の強い日でした。こ
今度はうまい具合に片方の羽だけを切り落とすことができました。ついにピンセットでつまむのがまどろっこしくなってきて、女王蜂を直接手でつまんで手術を行うようになりました。働き蜂が女王蜂を囲んでいるのは、ひどい目に遭った女王蜂をいたわっているようにも見えますが、実際には女王物質を受け取っているのです。女王物質には働き蜂の卵巣の発達を抑える効果があります。手でつまむという決心がつくと、女王蜂を囲い込むための例の機材はもはや必要ではありません。どうやら手でつまんで手術を行う方が、ピンセットを振りかざして追いかけて捕まえるよりもはるかにスムーズにことが運ぶようです。手でつまむ方法の短所は、働き蜂に刺されるリスクが高くなることでしょうか。女王蜂にも毒針はありますが、刺すことはめったにありません。今回は女王蜂をひどい目に遭わせたので、お詫びの意味を込めて 100cc の砂糖水を給餌器の中に入れてあげます。さて、前回の動画でこの養蜂場は四方を草原に囲まれていると申し上げました。別の言い方をすると、養蜂場は草原のど真ん中にあるのです。前々回は北の草原に満開のフキノトウを探しに出かけました。前回は東の草原で時騒ぎのシミュレーション飛行の航空ショーを行いました。そこで今回皆さんに紹介するのは西側の草原です。西側の草原を南の端から北の端まで地上2メートルぐらいのところをドローンを飛ばせてみます。草原は一見するとどれも同じように見えますが、よくよく見ると一つ一つが違った表情を持っています。北の草原にはフキノトウがいっぱいありました。西と東にはフキノトウがあまりありません。この西の草原では東よりも草の密度が高いです。一つ一つの土地には植生の面でそれぞれ個性があるのです。今回はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。登録・高評価で応援していただけると大変に励みになります。よろしくお願いします。それでは次回またお会いする時まで、ごきげんよう。さようなら。